ロック・オブ・ジブラルタルとは、アイルランドの競争馬である。アイルランドのクール・モア・スタッドで生まれた。2002 0ギニーをはじめとしし、たマイル戦線で活躍0 0 2年には G17 連勝の世界記録を樹立し、ゼニアッタに抜かれるまで記録を保持していた。引退後は、各地でタネボバとなった。名前の由来は、ジブラルタルの岩山から。ヨーロッパでは、ザ・ロックの愛称で呼ばれている。 場所は世界を代表するオーナーブリーダー、クールモアグループの総帥、ジョン・マグナーと当時イングランドサッカープレミアリーグのマンチェスターユナイテッドの監督だったサー、アレックス・ファーガソンの2名の共同所有。ヨーロッパを代表する調教師でアイルランドのバリー・ドイルを本拠地とする英団、オブライエン旧社の管理場である。2001年4月21日、アイルランドから競馬場のメイドンで、 デビュー戦を勝利する。続く2戦目は、同年6月19日、イギリスアスコット競馬場の重賞競争コベントリーステークスで、ここでは20頭立ての6着と敗れてしまう。これが唯一の大敗となる。3戦目は、同年7月1日、カラ競馬場のレールウェイステークスで、同じオブライエン9社での地に G1 を参照することになる、ホークングに馬をつけて、 重賞初制覇を遂げ、続けて、イギリスヨーク競馬場のジムクラックステークスにも、勝利した。5戦目のシャンペーンステークスには、クールモアのライバルでもあるゴドルフィンの総帥、シェイクモハメドが、個人所有する、期待馬ドバイディスティネーションが参戦してきており、密かに世界中の競馬関係者から注目を浴びていた。レースは先行するドバイディスティネーションを後ろから進む。 本場が追い上げるもかわすことができず日着に破れる。しかし本場はここで終わらず、同年10月にフランスで行われたグランクリテリウムとイギリスで行われたデューハストステークスで優勝。2カ国の2歳最強馬決定戦を制し、7戦5勝で2001年のシーズンを終える。2002年シーズンの初戦はイギリスクラシック第一戦である2000ギニーとなる。 前年のデューハーストステークス以来7ヶ月ぶりの出走が懸念された本馬は評価を落とし代わって前年のレールウェイステークスで勝利したホークウィングがその後アイルランドのナショナルステークスなどを勝利したこともあり断然の評価を得ていただがレースでは本馬が先に抜け出し追い込むホークウィングを首差を割いて勝利したエイダ・オブライエンは 上級者のホークウィングをダービーへ向かわせ、本場にはマイル路線を進ませる判断を下す。2000ギニーの次に出走したアイリッシュ2000ギニーは本場に恐れをなして、他の出走予定馬が軒並み回避してしまいわずか7頭立ての競争となった。このレースに勝利して1992年のロドリゴ・デトリアーノ以来10年ぶり史上4頭目の イギリス・アイルランドの2000ギニーに過酷制覇を成し遂げた。次に、同年6月18日、ヨーロッパ3歳マイル最強馬決定戦である、セント・ジェームズ・パレス・ステークスへ参戦する。同レースでも、圧倒的な評価を得て、プールレッセでプーランを勝利した、同じ英団、オブライエン9社のランドシアに市場市に4分の3差で、勝利し、1969年のライトタック以来、 33年ぶりのイギリス・アイルランド2000議セント・ジェームズ・パレス・ステークス制覇を成し遂げるとともに G1 競争5連勝をマークし、ミルリーフが1971年から1972年にかけて成し遂げた世界 G1 連勝記録の6連勝に王手をかけた。エイン・オブライエンは本場のヨーロッパ G1 連勝記録隊になる舞台に、 上半期のヨーロッパマイル最強馬決定戦であるサセックスステークスを選んだ。同レースはプレイエントリーの時点で10頭の登録馬があったが、最終的に出走馬は5頭となった。本馬にとっては初となる小馬との戦いであったが、前年の同レースの優勝馬のベールに2馬審査で勝利し、世界 G1 連勝記録体の6連勝を達成した。 次にインターナショナルステークスなどへの出走プランもあったが休養に入り、調整の結果ムーランド・ロンシャン賞へ向かうことが決まった。ムーランド・ロンシャン賞には、前年、G1 レースで2勝2着2回の好成績を挙げ、ヨーロッパ、カルティエ賞最優秀3歳牝馬と、アメリカ、エクリプス賞最優秀芝牝馬に選出された、同年のフランスジャックル・マルワ賞の優勝馬、バンクスヒル、 同年のアイリッシュ戦ギニーの優勝バゴッサマー、日本の竹豊城城のプラウドウィングスなどが出走していた。レースは先行したバンクスヒルを本馬が追い上げてかわし、2分の一場審査で勝利。世界 G1 連勝新記録の7連勝をマークした。もはやヨーロッパのマイル路線で敵なしとなった本馬は、クイーンエリザベス2世ステークスを回避し、世界の競馬の祭典である、 ブリーダーズカップワールドサラブレッドチャンピオンシップのブリーダーズカップマイルへ出走した。ブリーダーズカップマイルにはカナダのアットマイルステークスの優勝はグッドジャーニー、アメリカの芝の大レースであるアーリントンミリオンを含む同年 G1 レースを参照を挙げているビートフォロー、アメリカキーンランド競馬場のターフマイルステークスを優勝した同級者のランドシーや、 今季6戦1勝2着5回の成績で一度も連隊を外していないアルデバランなどが出走していた。レースはスタートで出遅れてしまい、最高峰から進むのを余儀なくされる。勝負所に差し掛かると、今度は行く手を阻まれて、大外を回されて、最後の直線に入り、とてつもないロケットのような加速で先頭を走るドームドライバーに迫るが、かわすことなく2着に敗れた。 その後、日本のマイルチャンピオンシップや香港の香港マイルに参戦、すると期待されていたが、同年11月に、馬主のジョン・マグナート・サー・アレックス・ファガーソン、管理長教師のエーダン・オブライエンから現役引退が発表され、競争馬生活に幕を下ろした。その活躍から2002年のヨーロッパカルティエ賞の年度代表馬最優秀3歳母馬に選出された。競争馬引退後に、 アイルランドのクールモアスタッドで種ボバとなり2003年5月にオーストラリアニューサウスウェールズ州のクールモアスタッド分場に移された。さらに2007年はシャトルシュボバとして日本での教養も決まった。死亡した父デインヒルの後継馬として大いに期待され147頭に種付けを行った。日本では日本系シュバ協会が 北半球での種付け券を購入した形となっているため完全上渡ではなく2008年は再びクールモアスタットに戻って種ボバ生活を送ることが発表された日本共用時の産区からはニュージーランドトロフィーを買ったシンオスマンなどが出ている生産年ごとにアルファベット順に表記ブルードメアサイアーとしての主な産区ボンバの引退の際には本場の所有権をめぐって 場所のマグナーとファーガソンの間でトラブルが発生し世界的に報道され話題となった。もともとマグナーは友人と共同出資している投資会社を通じてファーガソンが監督を務めるマンチェスターユナイテッドの株を所有しておりその関係でマグナーとファーガソンは窮地の中だったことから2歳児のレールウェイステークスで重傷発制覇した直後にマグナーがファーガソンに 本場の権利の半分をプレゼントした。ただこの際、特に権利譲渡にあたって、書類を交わさず、仲間口約束のような形で、権利譲渡が行われたことから、後に、これが、トラブルの種となった。前期のようにその後本場は、世界 GI 連勝新記録を打ち立てるなど、大活躍したため主婦入りすることになったが、初年度の種付け量はアイルランドで1頭あたり6万5000ユーロ。 シャトル共用されたオーストラリアで13万2000、オーストラリアドルと設定され、初年度だけで種付け量の合計額は約25億円に達した。この状況に対し、ファーガソン側は権利の半分を所有しているのだから、当然し付け量収入の半分を得る権利があると主張したが、マグナー側は、ファーガソンに上としたのは競争場としての権利の半分のみで、 守護場としての権利は上渡していないとして対立。2003年11月18日には、ファーガソン側は種付け料収入の支払いを求めて、マグナー側をアイルランドの裁判所に訴える事態となった。一方で当時マグナー側は、マンチェスターユナイテッド株の買い増しを進めており、2004年1月時点で、マグナーの投資会社が発行済み株式の25.49%を、 保有する筆頭株主となっていた。このためマグナーはファーガソンを同クラブの監督から解任すべく臨時株主総会の開催を要求するなど一触即発の事態となった。結局2004年3月7日に和解が成立し、同馬の種ボバとしての所有権はマグナー側が保有することが確認される一方でファーガソン側には 同馬の種付権が年間4株割り当てられることとなった。またマグナーはこの件でファーガソンと不仲となったことから後にマンチェスターユナイテッド株を売却、サッカークラブの経営から撤退した。基本的には圧倒的な身体能力を武器に優れた選考力を活かして押し切るレースが多く、中には騎手はほとんど手綱を持ったままゴール前で、 さらに差を広げるという横綱相撲で勝利したレースもある。スピードと瞬発力がずば抜けて優れているというよりは、スタミナとパワー、そしてスピードを持続力する能力がずば抜けて優れている。これはヨーロッパの深い芝を走るためであり、軽快なスピードと瞬発力はヨーロッパの芝では生かしきれないことが多いからである。ありがとうございます。